こんにちは。体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張るジムのセンターです。今日は、股関節の前側、腸腰筋がこう硬くてストレッチがなかなかうまくできない人に向けた、ちょっとしたコツについてお伝えしていきます。もうごくも普通の、まあ、ヨガで言えば三日月のポーズですね。こういうストレッチ、まあ、ポーズをした時にここがもう硬くてこう全然こう動かないような人に対して、どうすればいいかっていうことについて伸び感をしっかり感じられるような状態を、作るためのコツをお話しします。まあ、ここの股関節の前側ですね、硬さ、まあ、柔らかさ、基準というよりは、まあ、目標に近いんですけど、まあ、どのくらい柔らかいといいかな、というので、まあ、ヨガやってる人は結構、言われる場面があるのは、この、三日月のポーズですね、腸腰筋のストレッチを取った時に、この状態で、指先ですね、指先を下にスーッと落としていって、この、指先がつく状態。これが作れるかっていうのが、一つ、基準というとちょっと無理になっちゃうので、まあ目標になってくるので、まあそうした時に、どうしてもロックされて動かない人が、どうすると動くようになっていくかなっていう、方法についてお伝えしていきます。大きくは、二つですね。二つのコツを意識してもらえばいいです。一つ目は、この、膝ですね。膝をつかないっていうことですね。膝を支点にしちゃうと、ロックがかかっちゃうので、ちょっと前にずらします。この、膝じゃなくて、ちょっと膝の上でつくようなイメージですね。体重が膝に乗っかってるんじゃなくて、膝が、太もものちょっと前がついていて、膝が浮いてる状態になります。やってみるとわかるんですけど、膝が乗ってるとこっちロックされちゃうんですけど、膝のちょっと前につくだけで、抜けるように伸びていきます。そうした方が、ちょっと腸腰筋のストレッチの基本として、反り腰にならないように、ちょっとお腹ふっくら、ちょっと腰は丸くふっくらしたままいかなきゃいけないんですけど、膝をついて腰をふっくらさせちゃうと、カチッとロックされちゃうんですけど、膝からちょっと前にずらして、ふっくらさせて落とした場合っていうのは、非常によく伸びやすくなってくるので、ちょっとこの位置っていうのを意識するようにしてみてください。で、もう一つの方法は、前足とか他の制限を減らすことをですね、ヨガブロックがあるとやりやすいです。形としては、通常まっすぐ持っていくんですけど、こういう形を取ります。ちょうど3等分になるような感じで、前足を開いて、ちょっと開き気味にですね、開き気味にこうやって、で腰をふっくらして落としてあげると、すごくよく伸ばせる状態になってくるので、このちょっとで、このまま膝よりちょっと前につきますね。膝でちょっと前につきながら、少し開きながら落としてあげるっていう風にしてあげると、うまく伸びていきます。で、すごい本当に硬い人とかバランス取りづらい人だったら、こういう椅子とか台とか使って、で、結構膝の下にブロックなんか置いてあげると、前に突っ込みやすいです。落とす感覚っていうのが作りやすいので、よくかかりながら最初はやってあげても、硬い人なんかは、すごく固まってた、骨盤の中が伸びるような感覚っていうのが作れるようになってきます。で、さっきの方法と組み合わせて、さっきこういう状態でやってたんですけど、ブロックを使って、やったらこっちをちょっと高くすると、本当に乗っかってる、ここを落とすっていう感覚そのものが作れるようになってきます。で、こっからは、分からなかったらそんなに気になってるんですけど、こっちの今だったら後ろ足、左足で押した力で、前足、右足の座骨をちょっと押すようにします。で、今度逆に前足、右足を押した力で左足をキュッと押すようにします。お互いがクロスで押しちゃうようにしてあげると、力の方向を作りながら、重力を手伝いながら、ゆっくりと深いところまで沈みつつ動かしていく。さらに手では膝とブロックをして自分は引き上げると。引き上げ、つりながらこっちは落ちるので、互い違いになるような感覚でうまく伸ばせるようになってきます。で、この感覚を作った後で、もう一回、ごく普通に、腸腰筋のストレッチですね、三日月のポーズなんかに入ってあげると、さっきの感覚、こっちで押して、こっちを落として、こっちで押して、こっちを押す感じで、お互いが前からきっと真ん中に挟むような感覚。で
筋膜をヒュッと入れといて、体を守った感覚。押してあげると、このまま、ゆっくりとこう、落としながら使えるようになってくるんで、落としてもいるし、下に押してもいる。でも無理はしてないっていう感覚になってきます。そうすると、こう、しっかりとこう股関節が支点になって、例えば、三日月のポーズだったら、腕を伸ばして、こう、後ろに倒れていった場合も、しっかりとこう、この倒れた時は、しっかりとこう腹筋が入ってるんで、腰をするんじゃなくて、こう、鼠径部を自分のこう、重さでこう、斜めにこう、突き落とすというか、突き刺すような感じになってくるので、コークスを入れた時も、お尻が動くだけで、で、背中を使うけど、腰を折ってない、反り腰になるわけではなくて、しっかりとこう、前が開くっていう感覚ができているので、2点ですね。大事なことは、膝をつくんじゃなくて、ちょっとこう、上をついてあげる。で、でもそういうと3点か。前提としてこう、腹筋に力を入れて、ちょっと腰が丸く、仙骨あたりはこう、腰のあたりはふっくらさせて、膝よりちょっとこう、上側をついて、あとは、なるべくあの、窮屈じゃない状態ですね。全体がこう、つながってできるんだけど、伸ばしたい場所、緩んでいて解放されているような状態を作ってあげる。っていうふうにしてあげると、硬くてうんともすんとも言わなかった人が、しっかりとこう、伸び感を感じるし、それによって練習したことで柔らかくなってくるので、ぜひお試しください。もし動画を見て、興味を持って実際レッスンを受けてみたいと思っていただいた方は、JR 目白駅の、こう、駅地下、こう、徒歩2分ぐらいのところで、スタジオを実際やってますので、ぜひ興味あれば、お越しください。で、ご視聴ありがとうございました。